どうも、サッサンでございます。今年の4月に日本の音響っていうメーカーが社内ゲーミングブランドを立ち上げるっていうことで、キャンプファイヤーっていうサイトを使ってクラウドファウンディングを行ったんですよ。で、俺今までクラウドファウンディングって全くやったことなかったんですけど、初めて出資してですね、そのリターンが先日届きました。こちらですね、モニターヘッドセット4ゲーミング001と USB サウンドコマンダー002って書いてますね。俺が出資したプランはですね、001っていうヘッドセットと002っていうミックスアンプみたいなやつがセットになってるプランだったんですよ。で、この中にね、多分その2つが入ってると思うんで、今回はこれを開封してレビューしていきたいなと思います。ちなみにですね、まだ今のところクラウドファンディングで出資した方たちだけにしか送られてない状況で、一般販売っていうのはまだやってないんですけど、一応一般販売の予定価格としてこのセットが 17,000円で、ヘッドセット単体が 12,000円で、ミックスアンプみたいなやつが単体で8,000円になってるみたいですね。まあそう考えるとセットで買うと結構お得かなと思いますけど、するとね、このセットの2つを今回の動画1本でレビューするとちょっと長くなっちゃいそうなんで、今回の動画ではまずヘッドセット本体をレビューして、後日ね、 USB のミックスアンプをレビューしたいなと思います。はい、というわけで送られてきたのはですね、このヘッドセットと USB のミックスアンプが入った箱と、限定のステッカーが入ってました。シドーとかキャンプファイヤーとか、キルユアヒーローズって書いてますね。まあ、ちょっと何言ってるのかわかんないですけど。はい、じゃあ開けまーす。よいしょー。これが USB のなんかミックスアンプみたいなやつですね。まあ、今回はね、詳しくこれはレビューしないですけど、ちょっと見るだけ見ましょうか。ここにシドーのマークが入ってて、これは多分イコライザーなのかな。これカチカチちゃんと切り替わるときになんか感触があって音も出るような感じですね。で、これが多分全体のボリュームコントロールで、これがゲーム音とボイチャの音量を調整するためのダイヤルでしょうね。アストロのミックスアンププロ TR と基本的に使い方っていうのは一緒だと思います。これ専用ソフトとかあんのかな。これカスタマイズできるのかっていうのはちょっとわかんないですけど。で、前面が USB のタイプ C 端子。で、これが USB タイプ A の端子ですね。これなんだろう。あ、これヘッドセットの接続端子か。で、底面は滑り止めついてますね。これ結構ね、ちっちゃいっすね。アストロのミックスアンプと比べるとこんな感じ。結構差ありますよね。まあ、こっちはね、光デジタルだったり AUX に対応してるんで、まあ、そういう違いがあるんでしょうね。はい、じゃあヘッドセットの方もね、見ていきましょうか。よいしょ、来ました。はい、じゃあ行きまーす。オープン！まだスポンジがありますね。行きます！オープン！こちらがですね、シドー001っていうヘッドセットですね。はい、出てきました。こんな感じでございます。見た目なんか独特だな。これはね、正直見た目の好み分かれそうだな。これヘッドバンドはメッシュ素材になってますね。で、内側も一応メッシュっちゃメッシュなんだろうな、これ。表面とはちょっと違う素材ですけど、金色でシドーって書いてますね。で、イヤーカップはですね、こんな感じで縦のラインが入ってて、金のラメみたいなのがついてますね。で、イヤーパッドもこれ一応メッシュ素材って言うのかな、これ。布製でサラサラした素材ですね。で、なんかこれ冷却ジェルパッドみたいなやつが入ってるらしくて、あのレーザーのヘッドセットでよく使ってるようなやつ。若干触るとひんやり感ありますね。ただ俺レーザーのヘッドセットつけて分かったんですけど、ひんやりするのはね、つけた時だけなんですよ。で、5分もしたら全然何も感じなくなっちゃうし、冬とかだったらね、逆につけ始め寒いと思うんで、正直ね、これ普通のイヤーパッドでいいと思うんだけどね、俺は。ヘッドバンドの長さ調整はこうやって引っ張って伸ばしたりするタイプですね。はい、で、マイクこんな感じでございます。結構自由に曲げられるタイプですね。マイクつけてみましょうか。こんな感じになりましたね。マイクは正直結構期待してるんすよね、俺。やっぱね、日本の音響メーカーなんで、結構音質こだわってるんじゃないでしょうか。さらに中身見てみましょうか。はい、こちらがヘッドセットケーブルですね。多分この横のスイッチがマイクミュートなのかな。で、このダイヤルで多分耳に聞こえるボリュームの上げ下げっていう感じなんじゃないですかね。これ結構操作性いいかなと思います。ちょっと当たった時に間違って回っちゃいそうで怖いですけど。ケーブルは布巻きですね。PC で使う方用に3極の変換ケーブルもついてきてます。あとこれ説明書ですね。一応どんな感じなのかだけ見ましょうか。もちろん日本語対応してますけど、海外の言語も何カ国も対応してますね。まあ、ほとんどはなんか絵で解説みたいな感じかな。はい、じゃあここで一応重さも測っておきたいと思います。まずマイクなしで測ります。はい、306g ですね。で、マイク付きだと、
317g。 結構最近ねマイク付きで 250g とか 200g 台のヘッドセットが多くなってきてるんで、まあそんなに軽いっていう感じではないな。まあ普通ですね。重い方ではないとは思いますけど。はい、じゃあこの指導001実際につけてみて、つけ心地どんな感じかっていうのをね試してみたいと思います。いきまーす。あ、つけ心地いいね、これ。側圧ちょうどいいし、イヤーパッドの厚みがね、結構あって、こう耳が圧迫されるっていう感じは全然ないっすね。で、ヘッドバンドのクッションはね、あんまり厚さなかったんですけど、結構この頭にフィットしやすい形してるし、頭頂部に重さがかかって痛くなるっていうことはあんまりないんじゃないかなと思いますね。でね、イヤーパッドのひんやり感っていうのはレーザーのヘッドセットより少ないです。はい、じゃあ横から見てみましょうか。こちらが右側でございます。はい、で、こっちがですね、マイクのある左側でございます。どんな感じでしょうか。ほんとゲーム音聞いてみないとわかんないけど、今んとこいいぞ、これ。結構良さそう、マジで。はい、次はですね、このマイクの音質についてテストしていきたいんですけど、比較対象も欲しいんでね、まずこちらですね。まあ、これも割と最近発売されたばっかりの、オーディオテクニカのゲーミングヘッドセットで、ATH-PDG-1A っていうやつで、このヘッドセットレビューした時の動画見ていただければわかるんですけど、これマイク音質結構良かったんですよ。まあ、なのでね、音響メーカー同士でどのぐらい音質に差があるのかっていうのもね、ちょっと楽しみですね。はい、で、二つ目なんですけども、こちらですね。これゼンハイザーの GSP500 っていう開放型ヘッドセットで、23,000-24,000円くらいかな。結構高級なやつなんですよ。で、マイク音質もね、もちろんいいんで、これともね、比較してみたいなと思います。で、検証方法はいつもと同じで、この画面の端っこにちっちゃく映ってるヤマハの AG03、これに全部つなげて、で、オーディオディレクターというソフトを使って音声録音してみたいなと思います。それでは、音声テストお聞きください。どうぞ。このヘッドセットは、指導001です。一般発売予定日はまだ決まっていませんが、発売予定価格は17,000円となっています。このヘッドセットは、オーディオテクニカの ATH-PDG-1A です。発売日は2019年7月12日で、Amazon での販売価格は16,407円です。このヘッドセットは、ゼンハイザーの GSP500 です。発売日は2018年4月26日で、Amazon での販売価格は24,189円です。指導001とヤマハ AG03 を組み合わせたマイク音質、どうでしょうか ?ATH-PDG-1A とヤマハ AG03 を組み合わせたマイク音質、どうでしょうか GSP500 とヤマハ AG03 を組み合わせたマイク音質、どうでしょうか。あいうえお、かきくけこ、あいうえお、かきくけこ、あいうえお、かきくけこ。はい、ということでマイク音質の比較テスト以上でございました。いや、この指導001ね、これマイク音質良くない？これ、結構ね、高音よりっちゃ高音よりな感じもするんですけど、まあでも全然自然な感じだし、あとね、なんかノイズキャンセルがかかってないような自然な感じがね、いいっすね。前にね、このオーディオテクニカのヘッドセットレビューした時に、このマイク音質普通にいいなと思ってたんですけど、これをね、比べても個人的にはこっちの方がいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで最後はゲーム内でどんな感じで音が聞こえるのかっていうのを試してみたいんで、いつも通りフォートナイトで使ってみてどんな感じで聞こえるのかっていうのをね、やってみたいなと思います。はい、ということで今回はですね、アーセナルとかいうなんか強い武器で始まって弱い武器で倒しまくったら終わるみたいな、なんかよくわかんないモードでやっていきたいと思います。行きましょう。ちなみになんでこのモードにしたかというと、さっきまでソロモードやってたんですけど、全然勝てなすぎてこっちに逃げてきましたね。これはね、ちゃちゃっと勝って終わりにしたいと思います。 OK。あー、やってしまった。やってしまった。弓矢とかね、普段全然使ったことがないんですよ、ほぼ。やばい。ここいるやん。やばい。OK?
やべえ、この距離でショットガン持ってても超弱え。あっ、あぶねえ。オッケーオッケー、なんとか倒したぞ。いや、これわちゃわちゃしすぎて、なんかヘッドセットのことあんま話せないんだけど。おい、危ない。あーっと、オッケー、うわ、なんで、オッケー、危ねえ。ミニガンこれ強えだろ絶対。よっしゃ、オッケーオッケー。これヘッドセットの音はね、結構いいな、普通に。音響メーカーのヘッドセットってさ、結構低音が弱い説あるんですけど、このヘッドセットは全然そんなことないっすね。やばい。OK。OK。あーやばい、あー間違ってクアに持ち帰ってしまった。これ勝っただろ。でも俺めっちゃリードしてんじゃないのこれ。オッケー、うわーマジで、うわなんでマジかよ。あーやばい、うわー、オッケー、なんでだよ。オッケー、危ねえ、やばい、これはまずい。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと勝っちゃわないと、とりあえずこの試合終わらないとなんか何も言えないわ。色の、あー、ちょっと俺が殺したかったのに。オッケー、危ねえ。すいませんね、なんかこんなモードやってしまって。はい、ということでフォートナイトこんな感じでございました。時間にしてね、2時間ぐらいはフォートナイトやってました。もちろんね、コントローラーに直差しとかでも試したし、で、音に関してはね、ちょっとゲーム中も言ったんですけど、音響メーカーのヘッドセット、オーディオテクニカとかゼンハイザーって、結構ね、低音が弱かったりするんですよね、ゲーミングヘッドセットの割に。でもこのシド001はね、音響メーカーのヘッドセットでありながら、低音がね、十分出てて、フォートナイトとか低音が重要とされてるような FPS でも十分ね、使えると思います。十分使えるっていうかね、むしろね、音質めちゃくちゃいいんで、これ本当におすすめできると思います。あとね、今2時間やったって言ったんですけど、これ付け心地がね、めちゃくちゃ良かった、本当に。重さ計測した時に、まあ、そんなに軽い部類ではないっていうことを言ったんですけど、やっぱね、付け心地がいいんで、その重さっていうのは全く気になんなくて、全然ね、苦になんないですね。このイヤーパッドが本当にね、いい感じなんですよ。まあ、俺はね、さっきも言った通り、ジェルパッドみたいなやつはいらないと思いますけど、付け心地に関してはね、本当に満点かなっていう感じですね。あとさっきもテストした通り、マイクの音質もねいいし、性能面ではね本当に不満っていうのは特にないかなっていう感じで、あとはねこのデザインが本当にね皆さんがどう撮るかっていう感じじゃないですかね、まあ、結構ね普通のゲーミングヘッドセットって感じじゃない特徴的なデザインしてるんで、そこですよね。俺は別に嫌いじゃないですけど、まあ、値段がねいくらで出てくるかっていうのは分かんないんですけど、一応1万2000円を予定してるんで、 Amazon とかで販売されるんだったら1万とか1
1万ちょっとぐらいになるんじゃないかなと思うんで、まあ、気になった方はね、発売されたらぜひチェックしてみてください。それとさっきも言った通り、シド002っていう USB のミックスアップみたいなやつ、あれはですね、後日レビューする予定ですので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それでは今回の動画は以上になります。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。